奈良県高取町にある一尾墓山古墳です。墳丘の長さは66メートルで、高さは約10メートルあります。では上に登ってみようと思います。横穴式石室がありますが、中を見ることはできません。公園部の頂上にやってきました。あちらに見えているのが前方部です。今いる場所が公園部です。最後までご視聴いただきありがとうございました。